上方浮世絵館の館長の高野です。上方浮世絵の魅力を紹介させていただきます。毎年来ていただいております、大阪の大学の留学生の方々、コロナで3年ぶりに来ていただきました。初級の摺り体験をしていただきましたので、その様子をご覧ください。紙をどうぞ。ついたでしょうか。こういう感じになります。ここは薄くていいんです。で、あとは下方をこっちに入れてください。はい、ここ持って。大丈夫。はい、OK。そろっと上げてみて。はい、できました。はい、あ、こう座ったらダメ。他は触ったら色がつくからね。こうね。はい。ここ持って、持って。ここも。はい、きれいにできました。今度プロね、こっち。2ポイントだけ。他の触ると色がつくから、はい、できました。はい、OK でしょう。OK。ではちょっと皆さん感想を。
知恵を作りたいです。ありがとうございました。みんなの作品を見て楽しかったんです。とても面白い、楽しかったです。楽しかったです。とても面白いです。はい、とても面白い、とても面白いです。はい、楽しかったです。スリの体験をしてから下の浮世絵を見ていただくと、昔の人は大変な上手だったんだなというのがよくわかると思います。あとでゆっくりと浮世絵を鑑賞してくださいね。はい、はい、ありがとうございました。上方浮世絵館にお運びくださいませ。お待ちいたしております。